善次郎ですさあ今日のテーマはこちらですオンラインライブやズームのみが流行るのはどうなのかっていうねさあそういうことですけどもさああの東京新聞のコラムでね斎藤美奈子さんっていうデカメロン伝説にって書い,書いてあったんですねさあこのデカメロン伝説ですよ僕なんかの年代はねやっぱ少年隊の歌ですねデカメロン伝説ありましたね若智子のやつですねで若智子が なんか記憶残ってるんですけどね。なんかあれは、うんー、西京里さんですかうん、がなんかレコーディングの時は発した言葉やみたいな。全然そのデカメロン伝説は関係ないんですけども。実はさ、このデカメロン伝説ですよ。この、でっかいメロンや思ってましたよね。その何か伝説でもないんですね。これ実は1348年ですかペストっていうのがイタリアで。 まあ大流行したんですよヨーロッパでねその時にイタリアのフィレンツェにまあ引きこもった男3人と女7人です芸10人がどうしたかというとこれすごいんですよ一夜で1人1話ずつねだから10人ですから10話ですねでこれであるテーマを決めていろいろ文学を書いていこうとしたんです全部で100話ですよその10日間、まあ、10日間そこにまあ引きこもってやったんですけどこう10日間ギリシャ語でデカメウスですか これがデカメロン。これの伝説なんですね。だからギリシャ語で10日間っていうのをデカメロン。これギリシャ語で言ってあるからね。だからでっかいメロンじゃないんですね。さあ、あこの内容ですけども、これがすごいんですね。だから男性3人と女性7人がね、フィレンツェに引きこもって貴族の方々ですよ。どんなことを文学にして、まあまあ言ったら、まあそこで遊びですよね。何やったかというとね。 話のテーマを1日決めて、それに沿って書いていこうって言って、そういう遊びをしたんです。これがまたすごくてね、まあまあ自由のテーマっていう時はあるんですけども、文学って言っても何がすごいかって、タイトル言っていきますね。長い間、あ熱望してた人の話とかね、あと不幸な恋人の話とかね、あと夫を騙した話とか、男が女、女が男を騙した話とかね、 気高く、寛大な行為についての話とか。まあ、だから中にはもっと下ネタも、まあまあもっとまとめて言うとねう、もっとざっくりいきますよ。うまあ、滑らな話と下ネタ。まあだから下ネタの滑らな話を毎日やってるって感じです。<laughs> これ、うーん。それが未だに伝説として、まあ、すごい文学として残ってるんですけども、当時のイタリアっていうのは、 ーローマ協定がキ,スキリストカソリックですねそれがグッと仕切ってたんですね、うん、それでまあ例えば文なんかも日本でいうとこの五七五みたいな決められたことがあったんですけどもそれを無視して自由にやっていこうやないかとまあこれをっかりにイタリアの三文っていってまあ,あチルですねそれの文っていって自由なあ、まあ、作品が出来上がったんですけども、うん、これすごいのは何かというと、うん、このペストのあとルネッサンス また文化革命ですよ、ね、そういう,うまあ言ったローマのーキリストにとらわれないそういう自由なことでやっていこうって言ってやっていったんです僕ねそれで思ったんですねこのルネッサンスが起こったと日本もまあ今世界中そうですねコロナの関係でうまあみんな引きこもってることになりますよ今はまあ、うん、インターネットがありますからね自分でももう発信できるんですけども日本でもほらズームのみとかね あと、それから芸能界の方がね、例えばまあ音楽をやったりとか、僕なんかもこういうのやったりしますよ。これを、やっぱりやってる意味ですよね。後で振り返ってみると、これがどういう意味があったのか。やっぱり、今までの何かをぶち破ってやっていこうってことなんで。さあ、これね、後々そういうことが僕はうん、もう一度振り返って見てみなあかんなと。だからこの2ヶ月間ですね。これをギリシャ語で言うと、ビオネス。 ビオ,ビオミネスですね。ビオミネス。2ヶ月間をギリシャ語ではビオミネス。デカメロン伝説、ビオミネス伝説っていうのが今後あるんじゃないかと。だからね、経済がどう、こう、いろいろあるんですけども、こう、引きこもってる間、本気で、下ネタはもっと言うと、まあそうですね、今までの取られないですから、下ネタですね。そういうようなことをガツッとやってる人が今後買っていく。またもう一つは、 日本のなりのルネッサンスが芸能界であるんじゃないかこれちょっと楽しみですけどもそういった意味での「デカメロン伝説」というのを東京新聞のコラムの斎藤美奈子さんが書いたっていやーもうこれは勉強になりましたねうんだからコロナ禍のあとどんなルネッサンスが起こっていくかはたまた起こらないのかという、うん、この2ヶ月間振り返ってみてちょっとまた考えたいと思います いやーオンライン、ズームのみっていうのは意外とでかいことになるかもですよ。あ、これ見てある方、もしよかったらこチャンネル登録お願いいたします。